はい、皆さん、こんにちは。あのー、ま、あ最近ね、少しずつ、なんとかな、こう、ね、えー、登録者数が増えてきて、で、さらにね、この成功へのコロナ感覚ってね、言うやつ、あのー、ずっと人気なかったんだよ。<laughs> で、あとね、昔の朝礼とかずっと思っかってんじゃんさ。で、それまでね、最近見てくれる方が増えてきてて、あ、あのー、意外にありがたいなと思っていて、で、ね、この間は、ある方からね、あの、 メッセージいただいて、えー、もうすごいコンテンツの量だというお話をね、してくれていて、で、もうとにかくね、あのー、まあ、クライさんのこのね、えー、動画を見るの楽しみにしてますということなんで、まあ、楽しみにしてますって言われはさ、ね、けあのー、ね、忙しいって言ったってさ、なんか、えー、更新しなきゃいけないなと思って、まあ、少しずつ更新してんだけど、このね、成功への効果が簡単じゃん。もう100あるんだ。 <laughs> ね、まだまだネタがあるんで、えー、このネタの中のね、一つずつ喋ろうと。で、言うとさ、なんか、このね、文章を読んだ人はさ、僕が考えた文章、それもね、30代の時に書いた、考えた文章と思わないよね。だから、そういう面ではですね、えー、なんか、こうね、 むしろ僕なんかがこう解説すると、このね、文章の価値が下がっちゃう可能性もあるんじゃないかなと思ってやってなかったんだけど、まあ、ちょうどね、YouTube でこうあ、そもそも評価を受けてきたから、ああですね、えー、ちょっとこれを解説をさせていただこうと思っています。で、今回は16話ですね、成功への考古学、あの、ええー、うちのホームページに出てます、c f 熱のホームページに出てますからあ、見ていただきたいんですが、そこにはね、チャンスとは決して向こうからやってこないものであるということです。ね、あのね、 ラッキーな人ってみんなさ、言うよね。だから、黙ってるった時に、たまたまそこのチャンスを掴んだから、ね、成功したんだってしてるんだけど、ね、そんなことないんですよ。チャンスっていうのは、こっちから、ね、あのー、追い求めないと出てこないの。例えばわかりやすく言うと、まあ、うーん、いろんな事業をやってるよね。で、いろんな事業をやってる時に、事業を、じゃ立ち上げる時に、 いろんな人との関わりをこう、ね、しながらあ、いろんな調査をしたり、まあえー、あとは将来のね、その、うん、売れるかどうかの商品開発をしたりとか、いうことっていうのは、やるから、ね、チャンスが訪れるんだって、じゃあ何もやらないでテレビぼーっと見てたら、チャンスって来きますかじゃあ仮にね、テレビ見てて、お、これいけるぜ言ったときに、ね、それは、そのテレビを通じて言われたチャンス、 があって、もう、行動しなければチャンスでつかめないんですよ。だから、常に、えー、ね、そのチャンスっていうのは向こうから来ないってこと。だから、常にいろんな行動をすることなんですよ。まあ今こうやってね、<laughs> もうほぼ、ね。 えーまあ、今日もちょっとね、これから、あのー、ちょっとね、えー、会議があって、えー、三崎のね、下町に行くんだけど、ね、あのー、今まではさ、大船のね、えー、c f フネッツの鎌倉本店に行ってで、そこに皆さん来ていただいたんだけど、あのー、もう僕はね、今こっちにいるんで、えー、大変恐縮なんだけど、こっちまで来てくださいと言って、来れる方しか、 相手に知ってない感じなんですね。で、来れないと、あ、そうですか、それはちょっと申し訳ないですけどな、なんつって、で、うちの社員と、打ち合わせを進めてもらって、で、話が盛り上がってくれば、ね、じゃあそこで、えー、ね、こっち来ていただくっていう方法も取れるわけだよね。でもさ、あの、逆に言うと、ひょっとして、まあ、100のうち1つ、ま、しか、1000のうち1つくらいが、その、いい話だったらするじゃん。と、チャンス逃しちゃうんですよ。だから、 あそういわないようにね、いろいろとそのメッセンジャーとか、い、ま、ろ、あ、んなね、今のあの SN、SNS を通じたあ、仕組みを考えながらやってるんだけども、それはね、常にこっちからこう行ってるからチャンスがつかめるわけね。例えば、そうだねうん、例えば僕が33の時にね、その不動産業界で、えー、賃貸管理のマニュアルを作ったんですよ。で、それはなんでかっていうと、要するに、 もう、家賃の滞納はね、別に契約書なくても対応できるんだけど、契約違反者っていっぱいいるわけよ。で、だけど、その違反ど、誰が考えても、ね、えー、これは、ね、どうなのっていうことも、契約書に書いてなければ、契約違反と言えないわけ。で、それを証明するために、いろんなことをやるんだよね。で、これには時間とお金かかるわけですよ。だったら、契約書の中にちゃんとね、えー、欧米のように、 えー、契約内容をきちっとして、えー、契約を進めれば、あですね、まあ、契約違反者に対しては、あのー、ね、ここに違反してるよねって言えるから、お互いに、その経済活動も含めて、えー、均衡の取れたあー立場が構築できるっていうふうに考えたから、それをね、そのマニュアルにして、えー、書いたんだけども、そのマニュアルもね、実は、あのー、たまたま、 僕は、あのー、その事業について、まあ、賃貸管理事業ね、今世の中に、ね、もうほとんど賃貸管理事業が浸透してるけど、当時はほとんど浸透してないですよ。関東なんて誰一人もいなかった。で、その中で僕はその若い時に、えー、ね、これからの不動産業これじゃダメだっつって、で、ね、始めて、えー、いろんなとこで物を買いたりね、してる時に、それを見て、まあ、あのー、ね、えー、ある、う企業から、 あね、公演頼まれて。で、忙しいけど、まあ、しょうがないなっ、つって。で、社会のためだと思ったら行ったんだよね。で、行ってさ、思う存分いろんなこと言ったんだけど、半分くらいは怒って帰っちゃった。<laughs> ガキ、ふざけんな、おめえみたいな、ガキに悪すぎやねえ、みたいなさ。まあ、三十のね、えー、まださ、全般だからね。もう31人残るかな。で、だからもうね、みんな怒って帰っちゃったんだよ、半分くらい。だけど、半分の人はさ、なるほどと思ってくれたわけ。 その人たちはみんな今成功してますよ。で、その時に来た、あのね、環境企画っていうね、その会社の方が、あぜひマニュアルにしませんかってことになって、で、その時に僕はね、例えば、まあ国語は2だしさ、ね、大学も行ってないし、ね、学歴も大したらないわけだよね。でもさ、あの、だからといって、え僕はね、いや、国語2だから無理だよって。 言ってたらさ、今の僕ないよね。で、それはさ、たまたま講演しました、そこに来ました。謙遜なんかしないな。おいしょ、あった、やろうぜ。なるから、チャンスつかめたでしょってこと。で、それがさ、なんかみんな、何、いや、僕には無理じゃないかな。ね、そんなことやって失敗したらどうしようかな。もうくったらないことバカバカにのように言って、ね、それで結局さ、せっかくあるチャンス逃すわけじゃんで、例えば、あのー、ね、僕なんかもね、えー、中で、えー、その、ほら、 うんお米のファンドみたいなのを作ったことあるんだけども、その時に、そのね、お米のファンドを、要するに立ち上げて、で、農家の人にいろいろ話したら、ね、そんなうまい話はあるわけないだろう、みたいなことやってさ、で、断られちゃったから、しょうがない違うところに持ってって、今ね、ずっと、何十年だあ、何十年とか十数年ね、そのお米ずっと供給してるわけだよ。ね、っていうようなことは、さ、チャンスってね、自分で使うしかないってことを分かんない人が多すぎる。だから、 あね、ほとんどの人たちはチャンスが掴むことできないわけ。だから、向こうからやってくるんじゃないですよ。こっちが追っかけたり、自分が行動したりするから、チャンスっていうのが、ね、訪れるわけだ。だけど、それがなければ、チャンスは掴めませんよってことなの、ね。で、そこで、まあ、チャンスとは決して向こうから、やってこないっていうことを理解した人が、チャンスを掴むことができるんだ。いうことなんですね。結構奥深いでしょこれに、ね、30代の頃にこんなこと言ってるんですよ。ね。 え、ね、時事になった、この歳になったから、<laughs> 自分の若い時の解説するのもなんだけどさ、お、活かしてんじゃん、こいつみたいな、<笑><笑>思いますよ。ね、まあ、ぜひ、皆さん、ね、あのー、えー、この、今後もね、この CFNET チャンネルで解説したりしますから、まあ、ぜひね、継続してみてもらいたいと思います。おかげさまで最近ね、再生回数増えてきたんですよ。えー、ね、ぜひチャンネル登録と、あと意見もね、入れてよ、なんかさ、ね、コメントなんか全然入れてくんないんだもんさ、ね、やりがいはないよね。 でこれ別にさ皆さんからお金もらってるわけじゃないんだから、ね、せめてさいいねとチャンネル登録してコメントぐらい入れてくださいよ、ね、今後も継続して今日16だから、ね、まだあと84案だから、ね、継続してやっていきますからぜひ継続して聞いてくださいよろしくお願いしますそれではこの動画はいかがでしたでしょうか今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。